春日部市民の皆様で NHK 中金人でお困りの方、 NHK の請求書が毎月毎月届いて怖い不安な思いをしている方、どうぞ私の携帯電話番号080-3033-6911坂谷和秀でまでお電話ください。皆様のお悩みを解決いたします。 NHK から裁判されている人、訴えられたっていう方をですね、私が直接お声をお伺いして、裁判費用の負担、そして受信料の負担、これを直接させていただいています。これが我が党の売りです。商品です。サービスです。有権者の方、国民の皆さん、市民の皆さんに安心をお届けしなければいけません。 NHK にお金払いたくない、今払ってる人も払いたくない、もちろん払っていない人もこのまま NHK に受信料を払わないということを続けたい。でもなんとなく怖い、なんとなく不安だ。これを我々が全力で解消していく。そのためには地元に市議会議員がいて、直接電話ができる、場合によっては人が来てくれる、この安心を届けていく、これが今回の選挙で坂谷君を当選させなければならない一番の理由です。我々しっかりと仕事をしておりますので、やはりそこには自信を持って、少し派手な格好をしてでも目立っていきたいとは思っております。今回候補者より派手な格好をしてさせていただいておりますが、この坂谷さん、ぜひ私以上に目立っていただきたいと思います。公約は NHK のことで困っている春日部市民の皆様を救済する、お助けすることなんでね、他の政党を支持している方も NHK で困った時は私に言ってください。嫌な顔せずに心よく NHK 撃退支援配達もしますし、電話いただければ NHK 集金人を追い払います。私の公約は NHK で困っている全ての春日部市民の皆様をお守りする、他の議員もできない、役所もできない、私だけができる仕事でございます。